解消都,都市リバプール解消都市リバプール解消都市リバプール、リバプール、マリタイムマーカンタイルシティは、イングランドの港町リバプールの外区を対象とする、ユネスコの世界遺産リスト登録物件である。この物件は、ピアヘッド、ウィリアム・ブラウン・ストリートを、はじめ、多くのランドマークが含まれる、リバプール中心市街の6つの区画を対象としている。 ユネスコは2003年に1月にこの物件の推薦書の提出を受け、その年の9月には文化遺産評価の諮問機関であるアイコモスに評価を依頼した。アイコモスは世界遺産センターに対し登録が妥当との勧告を2004年3月に行った。これを受けてその年の第28回世界遺産委員会ではリバプールが大英帝国絶頂期の海洋交易拠点の姿を 伝える出した霊障であることが認められ、世界遺産リスト登録が決定した。この物件は、市の中心部に点在する6つの個別物件をまとめて、登録したものであり、それぞれ構成要素も時代も異なるが、リバプールの開口史を伝える重要なものばかりである。ピアヘッドは、スリーグレーシズ、美、を司る三女神、三シンと呼ばれるロイヤルリバービルディング。 キューナードビルディングが存在している場所である。この地域はリバプールの水辺の中心的位置にあり、19世紀から20世紀にかけての港の繁栄ぶりを伝えるものとなっている。この地域にウィルオールソップを付け加える計画もあったが、2004年に見送りが決定した。その代わりにリバプール博物館が2011年に開館した。アルバートドックは、 ピアヘッドの南に位置し、美術館、デートリバプール、マージーサイド海洋博物館などの観光名所が存在している。ジェシー・ハートリーによって設計され1846年に開かれたアルバート・ドックの倉庫は、木材を用いず鉄、レンガ、石だけを使った世界初の完全耐化倉庫である。今日、ドックの建造物群や倉庫群は、 イギリスの保護対象建造物群でグレード1に分類されているものの中では最大級である。スタンリードック保存地域はピアヘッドの北に位置し、リバプールのドックの心臓部を包含している。この地域には数多くの間質療法のドック、橋梁、倉庫などが残されており、特に倉庫には世界最大級のレンガ建造物であるスタンリードックタバコ倉庫が含まれている。 商業街区、キャッスルストリート保存地域の対象になっているのは、中世のリバプールの姿を伝えるものであり、キャッスルストリートオールドホールストリート、ビクトリアストリート、ウォーターストリート、デールストリートなどが含まれている。今日では、リバプールの商業活動の中心地となっているが、これが世界遺産登録対象に含まれているのは、3世紀以上の街路の発展による、 建築の壮大さに追っている。文化外区、ウィリアム・ブラウン・ストリート保存地域は、リバプールの市営建造物群の集まる地域である。世界遺産登録対象になっている。特に有名な建物としては、セント・ジョージ・ホール、ウォーカー・アート・ギャラリー、ワールド・ミュージアム、クイーンズ・ウェイ、トンネル入り口などである。ロープウックス、ザ・ロープワックス、縄作り場は、 カレッジ通りの二つの倉庫やスクール通りのブルーコートチェンバーズの南西部を構成している。この区画はリバプールが信仰の港町であった自分から存在していたものである。また1715年に建てられたブルーコートチェンバーズはリバプール中心部に現存する建造物としては最古のものである。その界隈が世界最初のインクロスドウェットド,ドックであるオールドドック。 に近いことは、デュークストリート、ハノーバーストリート、ボールドストリート沿いに倉庫や住宅を建てていった初期の不動産投機業者たちの用地であったことを意味している。この地域には、船長、商人、貿易業者、職人たちが住み着いて、すぐにコスモポリタンな雰囲気を醸成していった。現在のこの地域は、ロープウォークと呼ばれているが、これは18世紀から19世紀にかけて、 世界で最も賑わっている港の一つであった頃に名は製造場が多くあったことにちなんでいる。2003年1月に推薦書を受け取ったアイコモスは同年9月にリバプールでの現地評価を行った。アイコモスは提出された推薦書との関連でリバプールを保存、申請性、完全性、顕著な変的価値の4つの点について以下のように評価した。 保存については、二度の世界体制や1970年代以降の不況にもかかわらず、18世紀から20世紀にかけての建造物群がよく保存されていることをアイコモスは好意的に評価している。一方で彼らは継続的な保存の重要性を強調しており、推薦地域での将来的な開発は厳格に監視されねばならないことも示唆している。 第二次世界大戦後の復興や開発計画にもかかわらず、推薦地域では歴史的な完全性のほとんどが維持されてきた点についてアイコモスは好意的に評価した。推薦された6つの地区の都市構造物は18世紀から20世紀までに作り上げられたものであり、都市の街路のパターンはリバプール市の異なる時期をわかりやすく示すものと評価された。 アイコモスはリバプールの開示士の評価にあたって、イギリスやより広い地域の港湾都市と比べている。その結果、リバプールの質と価値は、海運的機能の点からも、建築的、文化的な重要性の点からも、他の多くの港湾都市とは異なっていると評価された。海商都市としてのリバプールを評価するにあたり、アイコモスはリバプールの市議会が提示した。 イギリスが世界を股にかけていた時代の港湾都市の際立った霊障であるという評価を追認した。アイコモスは特に大西洋での奴隷貿易、ドック技術や鉄道輸送の進歩などに果たした役割を評価した。同時に文化活動や建築の面への評価も行われている。評価終了後、アイコモスは世界遺産センターに対し、 世界遺産リストへの登録の勧告を行うと同時に将来の保存や開発及び干渉地域に関するいくつかの勧告もいった。そして2004年の第28回世界遺産委員会ではその勧告通りにリバプールの世界遺産リストへの登録が決定した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。